自称進学校の東大志望を舐めすぎた受験生の末路。ああ、勉強だれ。こんな自称心の空気に飲まれちゃダメだ。東大のために勉強だ。勉強とかフラチュー。お前偏差値 3.34 しかないんだから、東大なんて行けるわけないだろ。絶対見返してやる。こうして俺は猛勉強の末、指定校推薦で東大に合格した。しゃあ、なんとか東大入り3受かったぜ。おい、いますか、お前はどうなんだよ。秋田製鉄福祉大学どうでよくねえ、フラチュー。共通テストで失敗した東大志望の末路、自己採点。やばい、今日で334点だった。なんでやそれ、フラチュー。だからかかり結びのほどき方は復習しとけって言ったのに。うぜえ、今しかは何点なんだよ。政治経済92点。やっぱ京都は余裕だ。てか待って、国語19点じゃね。なんだよそれ、フランじゃん。はぁ、お前も人のこと言えないじゃねえかよ。おい、そんなこと言う、このままだと俺たち東大足切り食らうぞ。え、そんな、これからどうしよう。やんなきゃわかんねえだろ。 UCLA なんでここに。最後まで諦めなかったやつが受験を制するんだよ。さすが UCLA。 そういえば UCLA の入試公式ってなんだっけ。指定校推薦よー。エフランのガチでヤバい大学生活入学。よし、今日からあの超名門埼玉商業学院工業大学に進学だ。カスタネット全国制覇頑張るぞ。埼玉商業学院工業大学、どこだよそれ、エフランチュー。授業、それでは授業を始めます。おい、お前ひもペチすんじゃねえよ。君可愛いね、クラスどこ。今日は息子の代わりに来ただけなので。結構人いるじゃん。じゃあまず出席取りますね。よし、パチンコ行こう。で、B 同士の章から始めていこうと思うんですけど。さあポチ、一緒に授業を受けましょうね。わーわー。いや、ちょっと犬はさすがに。この子は可愛いか、行けてー。もういいや、適当に動画流すんで見ててください。今だ、教授でだ。それでは試験を始めてください。何でも持ち込みかとか余裕すぎだろ。ダメだ、持ち込んだ教科書の漢字が読めない。英語読めないから留学生持ち込んだぜ。で、必修なのに英語の単位に落とした。俺ロマン主語しか知らないから。じゃあ再履修大聴衆ね。ちぇ、資本主義の犬が。わーわー。学校生活、サークルどこも全然機能してねえな。唯一動いてるフットサルサークルでも行くか。あれ、空き教室から変な声が。バレたらやばいって。あサルサークルだ。もういいや、喫煙所行こう。うわ、雨か、よかった、傘持ってきてて。で、ない、また取られてる。タバコとギャンブルと傘で今月も金ねえな。なんだ、君で金欠か。ちゃんとマニーマネジメントしないと。 UCLA なんでここに。そういえば俺絶対稼げる方法知ってるけど興味ある。え、そんなのあるの。オッケー、じゃあルノアール行くぞ。就活。就活は4年の6月からか。意外と遅いんだな。え、秋からでも間に合うって先輩言ってたぞ。てか就活って卒業してからやるんじゃないの。就活は早ければ早いほどいいんだよ。へぇ。じゃあとりあえず説明会でも予約するか。え、全部満席。こんなのありえるの。俺は UCLA だから全部空席だったよ。キー、こうなったら説明会すっ飛ばして ES だ。僕も企業に入りたいです。学生時代頑張ったことは教授ダーツです。 SPI もむずすぎだろ。就活全然ダメだ、公務員になろっかな。ダメだ、エフランの俺らが試験勉強なんて続けられるわけねえ。最後に一社面接が残ってるからそこにかけるしかない。君たち大学教えてください。埼玉商業学院工業大学です。秋田製鉄福祉大学です。大東愛が不採用だ。マイナビじゃん。エフランにガチでいたすごいやつ。就活無双編、大学入試。え、センター英語20点山間でももう少し取れるよ。しゃあね、定員割れしてる埼玉商業学院工業大学でも行くか。埼玉商業学院工業大学、どこでよそれ、フランチュー。学校生活。あ、君田くんデート楽しいね。あー、ポケモン GO 楽しい。頭悪い人嫌いです、わかれる。絶対今子を見返してやる。教授、この B 同士の章が分かんないんですけど。君やる気あるんだね、うちの研究室来なよ。お前なんで勉強なんてしてんの。そんなの意味ないから。こんな環境に飲まれちゃダメだ。 SNS で勉強仲間を探さないと。お、この赤眼の盾で記してるアット勉強赤さん頑張ってるな。フォローしとこ。1年で一通り勉強できたし、次はカナダに留学だ。よし、トイック900点。お次は英検1級、スピーチコンテストも優勝だ。おまけにこの勉強法をノートにしてガッポガッポ。就活、エフランジャーンなのにこんだけできるんです。君採用、うちにも来てくれ。てか受精したいわ。ごめんなさい、バーミンガム大学行ってきます。天才じゃん。エフランのガチでヤバい入試問題。今日は埼玉商業学院工業大学の入試か。勉強してないけど大丈夫かな。埼玉商業学院工業大学、どこでよそれ、フランチュー。それでは試験を始めてください。まず第1問は、神奈川県の県庁所在地を次のうちから答えなさい。なんだこの程度かよ。答えは神奈川市っと。よし、第2問は、 A 君は東京から福岡に行こうとしています。何に乗ればいいでしょうか。簡単じゃん。
答えは調子った。さて第3問は、入る気はありますか。質問じゃーん。超エスラン大物著名人を輩出する横浜の多目的大学入学。よし、今日からあの超名門大学人大に進学だ。多目的トイレで頑張るぞ。ヒデちゃん、神戸大学合格おめでとう。あ、人大って神奈川大学なんだ。神奈川大学国立じゃん。気楽に帰れよ。著名人。神奈川大学は著名人だけどたくさんいるからな。フードファイターのジャイアント白田にビンタマスターの蝶野正弘、サッカー日本代表の伊東純也と遠藤航に横浜 DeNA ベイスターズの浜口投手、日本に元気と希望を与えてる最高の大学だぜ。でも渡部健いるじゃん。あと今しかいるじゃん。学校生活。やっぱみなとみらいキャンパス新しくていいな。ラウンジやテラスも開放的。横浜も近いし飲みにでも行くか。俺9期生だからそのぐらいわかるよ。あー悪い、俺今日そういや駅伝の練習あったわ。じゃあ今日は解散で彼女とデートでもしよっかな。ねえピレコ、山下公園行って海見に行こうよ。横浜中華街もいいね。ちょっとこの女誰よ。あー、いやこれは違うんだ。浮気とか。エフランジョン。あー海に沈めよ。うわー就活。よし、大手内定ゲット。就活終わった。え、秋見でもう就活終わったの。しかも大手に。みんな学歴フィルター気にしがちだけど、神奈川大学くらいの知名度あれば全然戦えるよ。もちろん大学で頑張ってること前提だけどね。そっか、俺も就活頑張れよ。1年後、今日の TikTok 撮るぞ。ザザザザ。